ロイヤルジョージは、イギリス海軍の百門一等戦列艦。当初アンパイアという名前で発注されたが、建造前に改名された。この船は1782年3月25日に、アンパイアという名前で、チャタム交渉に発注された。しかし、建造作業が始まる前の1783年9月11日に、ロイヤルジョージと改名された。設計は、 エドワード・ハントによるもので、全く同一の図面によって作られた、戦列艦は1790年浸水のクイーン・シャーロットのみだった。ロイヤル・ジョージは1788年9月16日に浸水した。建造と偽装は、ニコラス・フィリップスが1790年7月まで担当し、以降は、ジョン・ネルソンが冠水させた。 建造費は5万1799ポンド5シリング7ペンスで、加えて、チャタム交渉の設備費6503ポンド8シリング5ペンスとプリマス交渉の設備費1089ポンド12シリングがかかった。この船は、ロイヤルジョージという名を襲名する軍艦としては5代目であった。建造時は42ポンド法を可観判に、 搭載していたが、後に32ポンド砲に換装された。ロイヤル・ジョージは、クロア等の海戦でイギリス艦隊の機関を務め、また、栄光の6月1日では、公衛戦隊を指揮したアレグザンダー・フット・提督の座上艦として召喚機を掲げた。1805年7月には、チャタム交渉で再建作りが行われた。 翌年1806年7月には現役に復帰し、海峡艦隊に配備された。しかし、この年、ロイヤル・ジョージがドックを出ていたのは7月の間だけだった。1807年1月から1811年1月まで、ロイヤル・ジョージは主にカディスコを封鎖任務に就いた。1807年3月のイギリスによるアレキサンドリア遠征においては、 ジョン・ナック・ワース・提督の帰還となった。1814年7月に予備官となり、1822年2月にプリマスで解体された。ありがとうございます。